10の6の2、理解練習。Who has more?Select from the options below and write the quality being discussed.Then mark the option that has more of that quality.There are expressions you have not yet studied.You should still be able to gather the necessary information using the Japanese you already know. 例1。田中さんは英語が相当上手ですね。もちろん、モリスさんほどではないですけれど。例2。 私は6点しか取らなくてあまりよくできてなかったんだけど、一郎くんよりはよかったらしい。3. 国語は一生懸命勉強するんだけど、どうしてもいつも愛さんより低い点になるんだ。4. ゴルフはまだそう上手ではないですけど、去年よりはちょっとよくなったので、時間の許す限り続けたいと思います。5. 今日も寒いことは寒いんだけど、先週ほどじゃないので、外に出てもいいかなって。6. 合気道を諦めるんじゃないですよ。ほら、先月よりはずっと良くなってるじゃないですか。継続は力って言うでしょ ?7. まあ、私は英語もフランス語も少しはできるけれどね。さすがに山崎さんほどじゃないですよ。 山崎さん、外国語を6つも知ってるらしいですよ。